厳しくも優しい。菅原文太の名言集。謙虚で実直、厳しくも優しい。男の中の男、菅原文太さん。そんな菅原文太さんの出演作品には男気あふれる名言ばかりでした。今回は菅原文太さんの生き様を描いたような作品から厳選した名言を集めました。背中で語る男の名言をぜひご覧ください。菅原文太のプロフィール。生年月日、1933年8月16日。満81歳没。出身地、宮城県仙台市。身長、178センチメートル。血液型、O 型。職業、俳優、声優。ラジオパーソナリティ、農家。活動期間、1956年、2014年。著名な家族。菅原香織、長男。俳優。狭間二郎、父。洋画家。主な出演作品。映画。現代ヤクザシリーズ。関東的愛一家シリーズ。マムシの兄弟シリーズ。人斬りヨタ、狂犬三兄弟。仁義なき戦いシリーズ。県警対組織暴力。トラック野郎シリーズ。鉄拳。太陽を盗んだ男。私のグランパ。テレビドラマ。獅子の時代。武田信玄。戦艦大和。徳川慶喜。利家と松、加賀百万石物語。菅原さんはファッションモデルを経て、58年に映画俳優として、本格デビュー。渋い語り口と温かみある。演技で愛され、任侠映画などで、イブシギンの存在感を発揮した。映画、白線秘密地帯で、映画デビュー。マムシの兄弟。トラック野郎シリーズなど、数多くの映画で主演を務める。中でも、仁義なき戦いシリーズの、成功は瞬く間に彼を、日本のトップ俳優へと導き、国民的な人気俳優に、以降、200本を超える、映画に出演するなど、声優、歌手としても幅広く活躍。14年11月、肝不全のため死去。享年81歳。エピソード。どんな人とも分け隔てなく、お付き合いされていたそうで、たとえ相手が若い人だったとしても、しっかりと耳を傾け、意見を聞いていたという、エピソードがあります。菅原さんと関わった人は、口々に、菅原さんから、信頼されていると感じる。そう話しているそうで、独特の魅力をお持ちだったようです。菅原文太さんは男気があり、硬派で兄貴派だ。周囲の俳優仲間からは、厳しく、寡黙だったけれど、優しい人だった、との言葉が、そんな菅原文太さんの、男らしさあふれる名言を、紹介していきます。菅原文太の名言。それでは、菅原文太さんの、自信を飾らない名言をご覧ください。菅原文太、名言1。あの震災で何万人という方が、お亡くなりになった今、映画を作るとか、そういうことじゃない気がした。菅原文太、名言2。土そのものが、土を育てる。土に何を与えるかが重要だ。農業は土作りが基本。それ以上、それ以下のものではない。菅原文太、名言3。沖縄県知事選応援演説。中山さん、弾はまだ一発。残っとるがよ。暴力映画に出てきた私が、言うのもなんですが、命を懸けて戦争に反対しましょう。菅原文太、名言4。脱原発の日独遺産国同盟を、結ぶべきだ。菅原文太、名言5。今度も、ここらで男にならんと、もう舞台は回って今度。菅原文太さんといえば、戦争だけはしちゃいかんと。全国を飛び回っては、講演をするなど、自身の病気と戦いながらも、精力的に活動をしていたことでも、知られています。人のため、国のため、平和のために、動き続けてくれた菅原文太さん。菅原文太さんのためにも、平和な国を作っていきたいと、思いますね。菅原文太の名言。トラック野郎の名言。菅原文太、名言6。今日でなきゃ、できないこともあるさ。菅原文太、名言7。日本列島一人旅、車が女房よ。菅原文太、名言8。人が生きるか死ぬかって時に、市民のヘチマもあるか。菅原文太、名言9。迷惑だぜ。俺に惚れてるのは、お前だけじゃないんだ。星の数ほどいるんだよ。菅原文太、名言10。
よし、一世一代のスピード違反が警視総監に言っとけ。パクれるもんならパクってみろとな。最後はいつも誰かの幸せのために白装してしまう、そんな男のための男の映画がトラック野郎です。作中の男気が菅原文太さんと通じるものがありますね。菅原文太の名言、仁義なき戦いの名言。菅原文太名言11、山盛さん弾はまだ残っとるがいの。菅原文太名言12、最後じゃけー言うとったるがの、追われるものより追うものの方が強いんで、そんがな考え方しとったら隙ができると。菅原文太名言13、親父さん言うとってあげるが、あんたは初めからわしらが担いでる信用みこしじゃないの。組がここまでなるのに誰が血流しとるんや。信用みこしが勝手に歩ける言うんなら歩いてみないやの。菅原文太名言14、前向いても崖、後ろ向いても崖やで、安城昇魂を入れて歩くこっちゃな。菅原文太名言15、蛇はどんなに切られても頭さえ残っとったら生き返ることができるんです。頭食われたら生き返るもんも生き返りせんのですけ。この男らしさかっこいい。仁義なき戦いもまた菅原文太さんの男気がよくわかる作品ですよね。菅原文太さんでなければ言えない名言ばかりだと思います。菅原文太の名言まとめ、菅原文太さんの厳しくも優しく男気あふれる名言はいかがでしたか。菅原文太さんの出演作品はどれも菅原文太さんの生き様を表しているような作品ばかりです。今一度菅原文太さんの作品を見て、その寡黙ながらも優しい名言の中からお気に入りを見つけてみませんか。